いいよ。今日はイタリアのライブですか？イタリアのライブですね。はい。ってことは、ちいさん、イタリアなのね。はい。モッコリーナ変な。モッコリーナ、コリーナ。モッチーナか。モッチーナ。なんかアイスみたいですね。モッチーナ、アッキーナ。あ、すいません。すいません。モッチーナ、アッキーナだね。モッチーナさんが今日はイタリアから お見えになりました。どう見てもこけしなんだけど。秋田なんだけど。秋田でもないし。うん。どう見ても青森だ。よいしょ。うん。よろしいんじゃないでしょうか。はい。はい。ます。はい。はい、皆様こんばんは。こんばんはです。しまくインスタライブもチャンネルの時間です。はい、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あら、ピンク。ピンク。珍しかね。珍しいですよね。はい。今日はですね、うん、フライガールの T シャツ、はい、ご要望を多くいただいておりますので、うんうん、フライガールの T シャツを一気に全部ご紹介します。ね、うん、とても評判良いですね。はい。すでにご好評いただいてますので、ね、うん、ぜひご覧ください。はい。はい、一部、取り寄せも可能状態だからね、今だったらね。そうですね。うん、多分、はい、はい、です。はい、です。お願いします。はい。はい、まあ、とにかく今日は T シャツをひたすら紹介するライブ、うん、そうですね、になります。じゃあ、モッチーナさん、ワンマンショーでいきましょう。なんだか、はい、なんか、オンステージ。なんか、楽しようとしてますよね。いやいや、もう、猿のみですね。はい、いきます。はい。はい、まずはこちらです。もう本当に一番シンプルなタイプでして、うん、割とロングセラーの、はい、形になります、うん、そうだね、はい、綺麗。ちょっとここが半袖ちょっとある感じ、うん、フレンチ、フレンチに近い、うん、10センチぐらいセットインです、ね、はい、でフライガールのロゴがキラキラしているタイプ、うん、でこちらが M サイズになります、うんうん、割とこうシャープなシルエットになります、うんうん、で他に S があります、うん、はい、結構モッチーナはあれね、ピンクも似合うね、普段見ないけど。着ないですよね。色白い人はだいたいピンク似合うよね。ああ、そんなに。だいたい甘めになりがちだけどね。そうですね、うん、でこちらがお色違いの白になります、はい、あと黒があったんです。ちょっと黒の M が出ちゃったんですけど、うんうん、一応黒があります、はい、こんな感じです、はい、基本あれね、少しこう色が、このピンクは特に少し色が白い人に綺麗に似合うかもしれないね。あ、青み系のピンクですよね、うんうんうん、こういう色ね。そう、はい、割と日本人に合わせやすいんじゃないかと、ね、うん、イタリアの人って一般的には少し肌が、はい、褐色とまでいかないけど、はい、若干日焼けした感じじゃない、はい、日焼けした感じでこの色やるんだなっていうのはちょっと不思議な感じ、うん、フライガール割と出してきますね、多いの、うんうん、だからまあそういう意味ではね、ちょっと珍しいので、うん、イタリーブランドのこの色、もうちょい強いピンクか、うん、やっぱりチェリーピンクみたいな感じが多いじゃない、はい、なのでまあいい意味でおすすめです。でこちらのタイプが S と M があります、うん、綿 100% で 14,300 円になります、うん、ほどほどの値段ですけど、やっぱりこの綿はいいよね。いいですね、うん、すごく ありそうでないんですよ、ね、はい、ないんです。今日は T シャツのオンパレードのライブですけれども、実に福山雅治って感じだね。何ですかそれ、うん、なんかあったね、実に面白 面白い。そう、じゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃ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 んじゃんじゃじゃんじゃんじゃ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 じゃん
はい、少々お待ちください。最初からですけれども今着替えております。今日は、フライガールの T シャツ全般に、早い時期から2月からものすごい評判いいんですけど、いよいよの T シャツの時期になってきましたので、ぜひご覧いただきたいと。特にこれはもう今日白が問い合わせ、メーカーさんにもう無理っくり探してもらった感じで、ね、今着てるこれね、はい、これなんかかわいい、かわいい、かわいいですね、うん、でこちらも、フライガールのロゴが入っているタイプ、うん、でお袖がこうチュールになります、うんうん、ここはちょっとラインストーンが入ってて、ね、ここがカットソーになっている、うん、とても凝った感じで、はい、ちょっとかわいい、ね、ブラウス風のカットソー、ちょっとエレガントな感じなんだけど、うん、スポーティーですね、うん、面白い、うんうん、甘くならないのが良さですね、うん、そうそうそう、でも女らしいの、そうですね、うん、はい、こんな感じになります、はい、うん、こちらは今、今日着るのは全部 M サイズになります、うん、はい、で、あのフライガールは S が、まあ、7号9号の方、 M サイズが9号大きめ11号ぴったり目ぐらいのサイズ感になりますので、うんうん、今こちら M サイズを着ております、うんうん、ちょっとこんな感じ、そうだね、今日の段階でちょっと白の S がもうお店で売り切れて、はい、あとメーカーさんフライガールにやっと1枚探していただいた感じだよね、うん、あ、うん、あ、でもそういうちょっと語弊があって、あ、そうか、うん、はい、ちょっと入ってなかったはい、ちょっと、はい、白の S は今ないです、ありがとうございます、シマークさんのお品は全て素敵ですねって、ありがとうございます、三重カリメロ様、はい、ありがとうございます、嬉しい、嬉しいね、嬉しい、嬉しい、うん、でこんな感じになります、うんうん、これすごいおしゃれな感じです、いつもあの皆さんからこういうコメントをいただく前に私が自信満々に豪語しちゃうからコメントもらえないんだけど先にこうやってコメントいただくと照れて言えなくなっちゃう失礼いたしました、結構シャイなんですよ、褒め言葉も自家発電ですね、そう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 いただくものじゃなくそう自分から発しちゃうみたいな、褒め言葉もそうはい、こちらお色違いの白になります、こういった感じの T シャツです、うん、はい、こう甘い感じに見えて、そ甘々っていうにはちょっと甘辛な雰囲気です、だから割とこれで、まあ、そこまではともかくあのふわっとした感じのねタフタ系のスカートで合わせたらかなりエレガントの、はい、そうあのモード、ね、ちょっとしたそうあの学校用みたいのもね使えそうだし、うん、合わせによってどういう形でもこちらのカットとっていうかトップスはあの応用できると思います、あそうそうそう、その感じだとほらちょっと ね、うん、できますね、そうちょっとこう学校用のね、うん、なんていうのお友達とはちょっと軽食とかね、あ、できますね、うん、子供の送り迎えとか、そう塾の送り迎えとかさ、はい、確かに、うん、いろんな着方に行けます、うん、インしてもいいし、はい、出しても良きと思いますよ、これは M でこのぐらいのサイズ感、結構身幅あるよね、ちょっと、うん、緩い感じです、うん、でも君の体型に緩い感じでも緩く見えない良さがある、そうですね、フライがあるのは本当にそういった意味で綺麗、うん、こちらが、うん、綿95ポリウレタン 5% で18,700円になります、うんうん、袖はパワーネットチュール、チュール、うん、チュールね、袖がチュールになっております、うん、その T シャツかわいいし、その T シャツかわいいし、全部かわいいね、全部かわいいですよ、ね、っていうかおしゃれ、かわいいっていう言葉が大嫌いで10年来使ってなかったんだけど最近使うこと、まあ、でも単純にこの T シャツに関してはやっぱりかわいいって感じかな、出来のいいかわいさ、ね、他にはない、そう出来のいいちょっとエレガント可愛さ、エレガントカジュアル、非常にいいと思います、少々お待ちください、今着替えております。
今日はフライガールの、T シャツ、要するにトップスですね、カットソーに関して着るだけ着てみると、はい、見るだけ見ていただきたいという感じでやっております。これ綺麗、かっこいいですね、これ、うん、個人的にはね、スペシャル好き、すっごいいいですね、うん、いやいいの、そのカットパッドの入りもいいじゃない、そうそうそう、あのこれがめっちゃいいよ、めっちゃいいですね、はい、んここにシャーリングがありまして、うんうんうん、後ろもシャーリング、はい、横にね、あれギャダーで、うん、伊勢天のないよ、あ、上後ろないの、うんうん、間違えちゃった、そうそう、はい、前だけシャーリングで前後ろある必要ないじゃない、で、肩パッドが入ってる、ね、肩の作りが非常に綺麗です、うん、非常に綺麗、なんかすごい形、体が綺麗に見えますね、うんうんうん、もうあの本当にこう T シャツで使ってほしいし、はい、なんて言うんだろう、あのエレガントにトップスとして使って、うん、そうそうそう、はい、はい、めっちゃ綺麗よ、すごいドレッシーになりますよね、はい、構築的な形で、はい、もう本当にブラウスのような感じです、はい、これすごい、うんうん、かっこいいです。あとこんならしいのね、こういった見てください、あの素材感もね、ちょっとテロンとしたね、テンセルに近いような、うん、肩パッドは取れます、肩パッドは、うん、あのお直しで取れるって感じです、うん、ね、うん、巻き込んで入れてますので、全部入れてるので、はいはい、外すことはできます、うん、つけてるものは取れます、こういうのは取れます、はい、こんな感じです、うん、大丈夫大丈夫、はい、間違いなく取れます。で後ろがこのようになります、形がすごい綺麗ですよね、本当に綺麗、うん、上はねゆるっとした感じ、スーパーゆるっとした感じで、こういうちょっとこうドレープギャザーで、うん、キュッとねボディコンシャスな感じのカットソー、うんうんうん、脇も大丈夫です。こちらで M サイズで、うん、まあまあほどほどの感じ、うんうん、だから S 着たらピタッとする感じ、うんうんうん、そうだね、好みですね、これは本当に、うん、ピタッとする前提で作られてます、うん、モデルさんが素敵なので何を着用しても素敵、三重カリメロさん、優しい優しい優しい、本当にありがとうございます、うん、洋服の力、うん、いや三重カリメロさんの優しさのおかげ、優しさのおかげ、本当です、優しい気分で見ていただいてるから、はい、ちょっといい言葉で表現していただいてるんで、コメントが、はい、ありがとうございます、はい、木にすぐ登っちゃう方なので、皆さんで、ね、コメントでちょっと駆け登っちゃった今、そう、はい、もうこの場で空中浮遊しちゃいますよね、いやもう全然駆け登っちゃって、はい、ありがとうございます、はい、うん、でも嬉しいですね、はい、こちらが18,700円です、本当ですよって、ありがとうございます、乗れ乗れなんて、はい、嬉しいです、はい、はい、じゃあ次行きます。綺麗だよね、でもね、すごいかっこいいです、うん、もうインスタライブ やってスタートしてから5年近くなるんですけどね、それでも皆さんずっと見ていただいている方はずっと見ていただいて、もうありがたいことこの上ないんですけど、なんか1万とか2万をライブで見てもらってるインスタライブとか見てると、なんかいつもイライラしてて、うち100いかないぐらいなんですよね、ずっとね見ていただいてる方がね、なのでちょっとイライラしてるんですけどね、皆さんいい方法あったら教えてください、いいライブなんです、はい、はい、はい、こちらがこれこれこれ、なんかかわいいマークケインみたいな感じで、そうですね、うん、優しいマークケイン、優しい、そうそうそう、はい、こちらが、キリン柄の T シャツになります、うん、ね、なんかいいよね、すごいですね、やっぱりキラキラしてる、金とか銀とか、うん、そう、このピカピカ、うん、キランキラン、ずっと言い続けておりますけれども、もう今年の春夏秋冬、この1年間の注目はこのキランキランですので、うん、
いろんなところでキランキランと、ここの胸元もキランキラン落としちゃって、キリンさん隠れてもいいと思います。これ、ね、シルバーなんですよ、うん、あ、まあいいよいいよ、いいですか、はいはい、うんうん、ゴールドもありますけど大丈夫です、はい、シルバーもこう綺麗に入ってますか、はい、はい、もうね、今回今年に関してはこのキランキランとここら辺のキランキラン、うん、これはあのしつこいとかいう捉え方じゃなくて、それがなんかかっこよく感じますので、皆さんキランキラン、首元ジャラジャラキラキラ、あと胸元の、刺繍とかスパンコールビーズキランキラン楽しみましょう、はい、そしたらこれは金に変えればいいかな、まあ、ね、とりあえずねあるからね、ありますからね、はい、でも個人的にはそれで全然いいと思う。今年は首元しつこくジャラジャラチャラチャラってやってください。本当に全然違いますよ。ちょっとすみません、はい、これがやれるかどうか、好き嫌いはあると思いますけど、若干このぐらい、まあ、ジャラ付けも 2,3 本ぐらいだったら楽しめるかなっていう思いでつけたいとか思う、あの見ていただいた方はぜひぜひ手持ちのものとか持ってる限りまず首につけてみてください。はい、はい、従来だとこのキリンさんのキラキラと首元のキラキラ両方にキラキラがいくのはバランスが悪いって言い続けてるんですけど、今回はそのバランスをひっくるめて今年はおしゃれって感じです。はい、やってるなみたいな、やってるなって感じです。はい、はいはい、こちらになります、うん、いいじゃない、いいですよね、うん、あのすいません、そして首元ジャラジャラってものすごい量入れましたからね1回目の方が一気だと思うね。あ、はい、うん、再入荷します、はい、あのきちんとめのジャケットと合わせていただいてもすごく、うん、良いのよね、はい、良いので、うん、そのジャケットも他の色ないの？ないです。それとこのねサイズ感のジャケットが非常に良いのね、うん、フルッティが特にそうだけどね、こんな感じで、うん、きちんとめの感じで合わせていただいてもすごくかっこいいです。力みなくコンサバティブなのに、ちょっとコンサバって言わないでしょこれはってね、スタイリッシュなモードでしょ、やっぱキラキラが効いてますよね、はいはい、なのでそうなんです、いろいろ使えます、はい、それ肩もねキランキランのボタンが効いてるよね。そうなんですよね、はい、ここの肩のボタンとキリンさんのこの図柄の、はい、この色はちょっと揃えておりますね、うん、でこちら M サイズ、はい、ちょっとわりかし丈は長めです、うん、そうだね、はい、こんな感じで身幅もゆとりがあります、はい、うんうん、ですよね。フルッティさんのジャケットカーディガン素敵、好きですって、 ありがとうございます。本当にいいですよね、あのツイードにも T シャツ合いますので、うんうん、そうだよね、はいはい、そうか、買っていただいたか、ツイード、はい、ツイードね、ヨッピさん、あっという間に全部なくなりましたよ、どのお店も。はい、こちらの T シャツ綿 100% で、はい、S と M サイズあります、うん、26,400円になります。綺麗綺麗、そう、黒はもうないよね。黒はお店にはないです。はい、あれヨッピさん何買っていただいたの？白、白か、そう、黒はもうないんです。全店これ、2色3色やったんですけど一気でした。まあもしまだ気になっていれば、あのフルッティさんの方に聞いてみることはできますので、もしあれでしたら遠慮なく、あの聞くだけはもういくらでも容易にできますので。あれ良かったもんね、あれいいですよね、うん、ピンク系も良かったしね。あ、ピンク系はこっちにも入ってないか、グレーです、あ、ベージュ、ベージュ、白っぽいベージュがありましたけど、うんうん、グレーありましたね、うん、あったあった、もうない、うん、はい、はい、こちらが
これも可愛いんだよな。ね、この柄可愛いですよね、うん。ラインストーンがキラキラしたハートのキラキラしたタイプになります。うんうん、これ肩がそのままこう落ちてるタイプ、ね、はい、要するにラグランな感じ、ラグランスリーブでお袖を切ってる感じですね、うん、また雰囲気がねちょっとこう、ね、はい、なんかこうスッと落ちる感じがします。そう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 、うん、こんな感じになります、うんうん、おいいじゃん、なんか可愛いですよね。それにしてもやっぱり首元のジャラジャラちゃキランキランジャラジャラが効いてんのよ。効いてますね、うん、すごく。それがなかったら、ああ可愛い T シャツで終わっちゃうのよ。はいはいはい、やっぱりこのスタイリングがバッチリセットになっておしゃれって感じだもん。確かに断言します、うん、はい、これスカートにもすごい合います、うん、ここら辺の絶妙な程いい緩さが、うん、フレアの気楽なスカートともすごく相性が良くて、うんうん、なんかこうカチッカチッとなりすぎない、うんうん、ちょっと今っぽいって言ったら変な言い方ですけど、うんうん、いい感じの雰囲気になります、うんうん、ですよね、はい、うん、こちらの T シャツが S と M あります、うん、17,600円です、はい、全部今着流してるけど、せっかくうちの打ち出しのベルト使いの T シャツツッコミやってみましょうよ。全部のアイテム着流すパターンと T シャツ突っ込み両方やってるじゃない。白のベルトでいいんじゃない。シルバーもいいのか。うん、シルバー、うん、もうとりあえずないの。そしたらあれ使えるの、フォッシーの。うん、インスタのストーリーズに掲載されていたカットソーかなって。それはまだです。それはまだです。この後来ます、うん、これはこの夏、もう去年おととしからか、デニムに限らずベルトをキュッと締めてインするスタイルもそろそろ早め早めにやってみましょうって言ってますけど、もう今年に関してはバチバチにやってほしいです。まあ要するに2通り来ましょうよと。突っ込むとまた全体のルックスがまるっきり別物になるじゃない。お、ワイルドだねだと止めないで垂らしたまんまで履くのかと思いましたワイルドですね。ワイルドすぎますよね、びっくりです。はい、そうです、そうです。あ、はい、これからやります、はい、この後やりますので、うん、うん、そう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 、うん、普通に突っ込むだけなんですけど、全体のバランスとしてやっぱりもうこの辺やってほしいな、うん、普通なんだけど突っ込むだけベルトをするだけでガラッて変わります、うん、このお袖の長さ感とかもいいですよね、はいはい、そうです、そうです、ブラウスっぽい感じになるからね、うん、このラグランのスリーブですよね、はい、こちらで M サイズになります、はい、かっこいい、かっこいい。特にこれベルトの場合は締めるっていうよりはウエストにラインを作るっていう感じですね。そういう感じでコーディネートが締まりますね。バランスって大事ですねって、もうそれがね、着こなし全体のかっこよさとか、例えばエレガント、うわーおしゃれっていうものの根底にあるのがバランスですね。色を揃えてればいいとか、面白いデザインのものだからかっこいいとかおしゃれってことではないですね。全体の着るバランス、うん、これがもうその人のセンスの全て、かっこよさの全てだから、ジーパンに T シャツだけでかっこいい人っていうのはその着方のバランスが非常にうまいんだよね。うん、例えば髪の毛の色だったり長さだったり履いてる靴の大きさごつさだったり、繊細な感じだったりね、はい、それらを一つになった感じとシルエットとしてコーディネートした場合のバランス、うん、
これはもう難しいことなんだけど、やっぱり全ての素敵はそこに集約されると思います、うん、まあジーンズに T シャツの場合特にあの着流すパターンがほとんどになっちゃうけど夏はね。でも今の時期夏もそうだけど突っ込むことになれたらこの突っ込んだ感じがまた全然違う、むしろおしゃれ、ずるっとだらっとならない、うん、それをひっくるめて楽しんでほしいです。はい、そうだ、ルミナスさん、昨日も買っていただいてるんだね。 T シャツも、はい、ありがとうございます。 T シャツもちょっと色が違いますね、とこんな感じで素敵ですね、うっとり。私もインしてコーデしたいですが、モデルさんのようにお腹真っ平らでないので悲しい。いや、女の人はお腹のあたりが少しポワンとしているのをひっくるめて、むしろお腹を出してもらうと素敵ですよ、引き締まって見えるし。逆にあれ見せ方ってありますよね。あるある、そう、いや、いつも言うように、ね、例えばお尻が大きい人が大きいのを隠したいって言って、例えばタフタみたいなテントみたいな感じでスカートを履くじゃないあのフレアを、そうそう、はい、フレアっていうか、そうするとお尻が大きいのを例えば気にして見えてるお尻は2倍3倍の樽のようなお尻に見せて履いてるじゃない、はいはい、あれはもう絶対やめてほしいんだけどね。難しいですよね、うん、だから隠そうとすると逆にそれは見苦しい感じのボリュームになってるから、むしろ堂々と、まあ、特にあの、まあ、君の場合はひよこっちだからね、ですけど、でも、うん、少しボリュームがある方の方がベルトとか締めるっていうんじゃなくて横に線を作るっていうかね。あと、うん、あの位置、このデニムがちょっとウエスト高めなので、ね、うん、ハードル高そうに見えるんですけど、うん、もうちょっと低めの位置でベルトするっていう形のデニムだったら、うんうん、あのお腹とか逆に目立たないので、うんうんうん、あとはここのブラウジングを忘れないようにする、うんうんうん、これをピタッとしちゃって、うん、するとお腹にすごい目線いきますけど、うん、ここをたるってちゃんとブラウジングすると意外とウエストは締まって見えます、うんうん、そうなんですかって、もしかして少しヒップが見えないあのカリメロさん、見えカリメロさん、若干ヒップが終わりとかね気になさってるのかもしれないけど、その場合はお尻を隠そうとしちゃダメですよ。例えばギャザースカートとかフリアスカートじゃなくて、お尻がちょっと私気になるわっていう感じでいらっしゃる体型だったら、バチーンとしたタイトスカートを履いてください。外国の女の人なんかお尻自慢してるわけじゃないけど、俺が言うようにビアダルになるようなスカートを履いてる人いないじゃない。お尻がね、ヒップが大きい人たち、バツバツのタイトを履くじゃない。一番小さく見えるのはやっぱりバツバツのタイトなのよね、特にお尻とかある方で。バストとか休業に締め付けましょうっていうことは言わないけど、お尻はむしろ締め付けるぐらいの感じで履いた方がスタイル半分ヒップ細く、むしろ素敵に見えると思います。なのでまあ、若干仮に、あ、お腹なんですよ、お腹だったらもう余計そうですよ、問題ね。よくほらお腹周りであの L になるけどヒップは75ぐらいって方いらっしゃるじゃない。ちょっと調整してみます、うん、あ、してくださいしてください、はい、絶対。あと本当に洋服によるので、うん、洋服による、うん、あと不思議なこと、自分でもちょっと今モデルで見ちゃいいか、これ変なね、ちょっといい持ってもらって、変な参考なんですけど、私これ自分であのオーダーで作ったんですけど、ベストをねキツキツに作ってもらったんです。今座ってるんで外してますけど、ありがとうございます。はい、不思議なことにね、キツキツに作ってるとお腹周りがね30分もしないうちにこのキツキツの状態に合うの。そうすると合うっていうことは自然に
一日運動するしないにかかわらず、ある程度ここを慣れてしまうと肉はどこに移動するのか分かんないんだけど、綺麗に普通に苦しくなく切れるようになるので、特に女性の方は折りたたみしやすいと思うので、肉っていうか、お肉ではないか、なんて言うんだ、上がります、上がります、うん、折りたたみしやすいので、ちょっとだけここお腹気になるときは、気になるお腹をちょっとだけ、まあベルトとか、あとここをちょっときつめ のウエストにしてもらうと、どうだろう、1時間もしないうちにここは小さくなります。これはもう断言します、うん、すいません、余計な話で、どこかに行くんです、ね、そう、どこかに行く、うん、慣れるなと。でも分かります。お客様によっても、うん、いろいろご試着していただいても、うん、あれっていうぐらい、うん、全然変わるので、そうだよね、試着してる間にね、はい、ぜひ、はい、すいません、なんかごめんなさい、余談になっちゃいました。ありがとうございます。割とそういうお客様ね、リアルに多いじゃない。多いです、多いです。で、不思議と食べた後とか入らないとかね、はい、あれは食べた後またギュッてやってたらね、はい、すぐにお腹ってなるの、はい、普通に、はい、なのでぜひです。はい、すみません、ね、これおいくらでしたっけ。はい、はい、すみません、これおいくらですか。17,600円、はい、綿95のポリウレタン5、こちらが17,600円になります、はいまあ、一般論ですけどね、隠そうとすると逆にそこが目につくようになっちゃうから、堂々と着た方が全てにおいていいと思います。はい、次が、こちらもお袖が面白いね。そうなんです、うん、ラメラメのサマーとロゴが入っている、うん、はい、T シャツ、はい、ですっていう形が、ちょっとここが面白い、うん、ね、ストーンとね、うん、こんな感じになってます、うん、これも丈が、はい、ヒップ隠れるぐらいの丈になります、うん、はい、こんな感じになります、はい、良きね、良きですね、うん、良きです。ほら、これなんか特にね、これも綺麗ですよね、いいですね、キラキラって。これご覧になったの、昨日。一応一通り全部ご覧になってて、うんうん、ね、本当にね、いいですよ、うん、こんな感じになります、うん、一味二味違うものね、うん、ぜひパンツでもスカートでもインした時は必ずブラウジングしてください、うんうんうん、見え方が全然違うので、うん、でせっかくこうポイントを作ってるそのベルトを全部隠さないようにブレースジングしちゃまた意味がないので、はい、はい、こんな感じになります、はい、お尻もね、まあ、特に嫌な方はベルトをしてた時にはベルトの前半分、要するに前身の部分、ズボンでいうとで、後ろは流しちゃっていいでな、あ、 T シャツ前突っ込みだけでね、はいはい、うん、この場合もここにベルトが入ってると前突っ込みした感じが、ああみんなそうやって着てるわよねっていう感じに一味、私は違うのよって、やっぱりこう前突っ込みだけど、ここにベルトのラインが前に、要するにバックルとかね、ここがこう出ることによって前突っ込みの効果がより生きる、うん、もう最近みんなこうやってるわよねっていうのだけど、そこにベルトがひゅってあるかないではえらい違います、うん、それはポイントです。はい、必ず価格を見てこようと思うのに見るの忘れるはい、こちらが19,800円です、はい、S と M があります。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、じゃあ次いきます、うん、下
ストーリーズに乗っけてた T シャツってどれ？あ、これです。あ、それな、あ、それか。そうだ、これも評判良くてまだあるんだ。あります。これね、ちょっと甘い感じがするんだけど、おそらく瞬殺ですね。今ウィンドウに着せてます。こちらの今から見ていただく T シャツ、カットソー T シャツ、なんかいいんですよ。お、いいね、いいね、いいですね、うん、もう普段従来の年だったらこの胸のこれがいらないし、これとこれとこれがあってどうすんの、センス悪いとか言い続けておりますけど、今年から来年にかけてはこの感じがビシバシおしゃれです。はい、これはとにかくこの、はい、お花のモチーフがすごいポイントで、ね、このラブね、ここの中のね、うん、このキラキラもむちゃくちゃ綺麗な T シャツです、うんうん、で肩はあのそのままこう流してあって、はい、フレンチスリーブになります、はい、今ウィンドウに着せてるまんまで上着着てみたら。あ、はい、うん、素敵だもん。あ、グランベールも、ね、それ買いました。あ、ひとみさんすごい、ありがとうございます。ありがとうございます。早い、早いです。これね、一瞬でもうなくなると思います。早く買っていただいてよかったです。で、こちらになりまして、はい、これがこれはこうインするとこのお袖の感じとか引くなって思います、はい、うん、まだ1号店この辺出してないよ。これはなんか入ってないらしいんですよ。あ、入ってなかった、うん、あらららら、入ってない、入ってないのか。これね、あのそれ取れる、バラの花じゃない、このお花取れない、縫ってある、これひとみさん、そしたら手洗い、注ぎ洗いで大丈夫ですから、あのガラガラ回さないで普通に洗面所で中性洗剤で押し洗いしていただいて、そのまま押し絞り、それで普通に干してください。大丈夫です。こっちですかね。違います、いや全部あのお店用の、今回これは私物、私物ってのあるじゃん、同じの、もうない、同じのはないですけど、もうないか、超かこのシリーズは、これはこれは売ってますよ。そうだ、あの再入荷しまして、はい、今すごいおすすめ、そう、すごいめっちゃくちゃおすすめです。軽いんですよこれ、はい、お花はついてます、お花はついてます、うん、縫ってあります、はい、そう、あのそう、ひとみさんには言いましたように、押し絞りで絶対大丈夫です。あ、B のは入ったばっかりです。 B の入ったばっかりで、うん、ゴールドと、それさ、ゴールドとシルバーのミックスなかった？ミックスない、チェーン、ほら、そのこの部分がよ、え、ないですよ、ミックスじゃない、それちょっとごめんね、ミックスじゃん、ここ、あ、部分的にこれがゴールドで、これがシルバーだよ。はい、B のね、これ B だったり J だったりがゴールド と、シルバー両方、要するに、はい、ぜひそうしてください。手洗いして大切に着ます。君気がついてないの、なんかスーパーおすすめの、そうだった、そうなの、 J と B といろいろあります。 J とか B とかなんかいろいろありますよね、うんうん、でこれなんつったコンビか、ゴールドとシルバーのコンビになってるんですね。この輪っかの部分が本当に2箇所、はい、2箇所、はい、こんな感じになります、はい、9900円になります、はい、だから余計合わせがいいのよ、うん、そうですね、ゴールドとシルバーですもんね。ルミナスさん、これはあのリーチして後で買いに来てください。ね、このネックレス、はい、これがあると違いますよ、今年すごい便利、はい、あのどんなものとも合わせやすくて、うん、チョーカーとも合わせがいいので、あ、いいのが欲しいですって。シルバーでいいですかね。シルバーと今してるやつがいいんだよ、ね、これでいいですかね、うん、分かり、あ、お取り置きさせていただきます、うんうん、まだストックあると思います、うん、ものすごいこのシリーズはね、数入れてますけどすごくそういい感じで動いてますので、ぜひです。ちょっと待って、はい、ちょっと待って。
の演技も今年の春夏のコーディネートのスーパートレンドはこの首元のキラキラじゃら付け。シマークファッションが勝手に言い続けてますが、 100% 世界の潮流はそうなってきます。断言しておきます。世界の女性たちの素敵って感じる部分はそこになります。ある？皆さん M ありますよ。あ、言っちゃった、言っちゃった、ギャーギャーすいません、すいません。ちなみに M さん、M ありますよって。B のが欲しいですって。 B がいいですかね、うん、M もあります、はい、ちなみにこのシルバーの M が入りました。あ、今日ゴールドのジャラジャラネックレスしました。ありがとうございます。あのゴールドとこのシルバー、あの合わせても非常にバランス取れますから、はい、ぜひよかったらあの一緒に M が、あ、まあ、B が欲しいっておっしゃってるのに、あ、 B がいいですよ、すいません、すいません。こんな感じで、はい、うん、あのゴールドはちなみに、はい、ちなみになんですけど、はい、ゴールドは J と、はい、J と B があります。ゴールドが J と B がありますので、うん、皆様ご参考ください。みな、ね、もう皆さん本当にね、またファッション大げさに言ってるって言われる、ね、思われるかもしれないけど、はい、断言しときますよ。 100% 世界の潮流、スーパートレンドです、うん、かっこいいおしゃれっていう人たちはこの先皆さんこういう感じのアクセサリーの使い方に移行していきますよ。2個してもいいですね。うん、2個してももうほんと10個ぐらいしてってジョーニャ言ってた。本当に外したくない、減らしたくないっつって、もう全然そのぐらいあっても全然平気、ね、2個しても可愛いかなと思います、はいはい。こんな感じで、うん、羽織物とかの時にも、うん、こういったキラキラとか、うん、こういうフラワーモチーフが何気に結構効くなという感じがします、うんうん。ちょっとこの店うるさそう、ファッションにうるさそうとか、まあ、具体的に言うと新宿の伊勢丹とかこの感じで行ってください。うるさそうなっていうか、ファッションに病的にこう入っているようなお店のスタッフとかね、みんな近寄って聞いてくると思います、はい、お客様失礼ですけどおしゃれでいらっしゃいますけどどういう感じでそれなさってるのとかね、マジで、はい、分かりやすい新宿伊勢丹行ってくださいみたいな、ほとんどの人が寄ってくるよ。はい、はい、失礼しました。はい、こちらが黒もいいね、はい、お色違いの黒になります。こんな感じのラメになります。あとね、この素材はもう絶対へたりません。先ほどね、お客様からシルバーの M が欲しいです、グレーピンクさん。あ、かしこまりました、はいはい、ありがとうございます。さすがです、グレーピンクさんもバッチリですよ。はい、あの合わせいいと思います、うん、いいね、うん、で、あのこちらのカット素全部フラガールのはこういろいろあの ビーズとかスパンコールついてるじゃない、押し洗いしていただければ絶対大丈夫です。はい、はい、大丈夫です、はい、でこちらに関しては後ろが湾曲しててちょっと長めになっております。はい、はい、こちらが18,700円になります、はい、じゃあ次いきます。おオーラスっていうことで一番お気に入りはそれなのね。あ、決めてなかった。あ、そう、いやでもそれいいよね、かっこいいですよね。俺それか今君が着てるそれか、あの肩パッドが入ってる あのカットソーが好き、おすすめ。
なんかシルバーのラメの T シャツなどにゴールドのジャラジャラでも変ではないんですはい、今回はあのゴールドのジャラジャラもゴールドとシルバーの一応コンビになってコンビネーションにもなってますので、そこのところは全く違和感ないです、っていうよりむしろそれがおしゃれ。もう俺基本的にあんまり好きじゃないじゃない、金とか銀とかね、はい、アクセサリーしてる人とか、はい、時計でもね、はい、でもそういうんじゃない、はい、やっぱりファッションってパッて見た時ファーストインプレッション、うわおしゃれこの感覚、その感覚がやっぱり一番大事、それがもうスーパーモードです、スーパートレンドです。ぜひあのミエさん、カリメロさんか、このジャラ付け一つ T シャツに限らず、はい、全てに今回はこのジャラ付け、スーパージャラ付けと勝手に呼んでますけど、うん、提案してますので、うん、あのやってみてください、うん、値段も9900円で、うん、こちらの方はねあのリーズナブルだと思いますので失敗は絶対ないです。ただそのジャラってする自分の気持ちグッと乗っけてほしいの、うん、楽しいっていう気分気持ちでね、はい、照れるじゃなくてうわ楽しいっていう気持ちを乗っけてやってほしいです、うん、はい、いいお話、うん、はい、こちらが最後の形になります、はい、お袖がちょっとこうフレアになっており、うんうん、切り替えてフレアになっております、うん、でここがこれなんて書いてあるのかちょっと分かんないんですけど、うんうん、CLMC わかんない CB かわかんないな、シックだシックだ、あ CHIC か、まあいいや、あはいはい、はい、シックだ、はい、あなるほど、はい、はい、でこのちょっとブロンズな文字に、はい、このラインストーンをところどころに載せています、うんうんうん、すごいいいね、優しくておしゃれ、かっこいいですよね、はい、このねゴールドに今シルバー、はい、典型的なあの、いやいやもうやってください、スーパーじゃ、うん、なんか嬉しいです、もうこうやりたいです、はい、はい、ぜひ、うん、自分の気持ちを乗っけてください、楽しさをね、すごいおすすめです、はい、はい、そうですそうです、コーディネートがグッと、うん、ね、かわいい、うん、いや頑張ってほしいっていうかもう楽しんでほしいねですね、うん、はい、特に今年はファッション調理工がもう 100% 見えてるから、はい、余計自信満々におすすめです、はい、着てく先々でワクワクを伝えたいです、本当に素敵ですね、ありがとうございます、ありがとうございます、なかなかでしょう、うちのライブこってこての内容でやってますから、はい、このデザインも素敵ですね、はい、ルミナさんはすごいかっこよくて甘さもあるものも似合うから、うん、そうそうそう、絶対このデザインも素敵ですよね、うん、基本優しいもんそういうことだ、うん、なるほど、はい、にじみ出るそう私似合わないのいやいや、でこれが私ちょっと発見したんですけど、うんうん、細く見える、うん、そう思いませんか、うんうん、これここがフレアになっているから、はい、ここがすっごい細く見えるんですよ、はい、これなんかちょっと着てて私、うん、今なんかすごいこのコントラストがやたらスラッとするなと思ったんですけど、うんうんうん、これはすごく細見えします、うん、あ全部いいんだけど、うん、全部そうなんですけど、うん、これ特にそんな気がします、うん、そうだね、うん、いつもあるとやっぱり便利だよね、便利ですねこれ、日常からお出かけまで、しかもここまで袖が、はい、もう最近ね開き直ってるわけじゃないんだけど、シマークの服の品揃え贅沢な普段着です、はい、贅沢っていう意味はねちょっとあんまりいい言葉じゃないけど、それは昔から言って、昔から言ってるよね、うちのテーマです、うん、うちのテーマです、はい、贅沢っていうのはやっぱりどこへ来てってもその日常着なのにうわーって、うん、やっぱりそのちゃんと感、うん、それがベースにあるので、気をなんて言うんだろう、着ていく先々で少し気分が落ちたりすることは全くない、うん、そんな服なので、もっともっと日常使ってほしいです。綺麗だもんこの感じも、綺麗ですよね、うん、こんな感じになります。そうでね、ミエカリメロさんに至ってはぜひぜひちょっとお腹少し気になさってるみたいだけれど、うん、一回やってみてください。で少しここだけ出して、仮にまだ全体、あちょっと後ろ引っこ抜いてみて、細くって言ってもで支えに素敵素敵
まあいいから、普通だよ。本気にすんな。そうそう、本気にすんの普通だよ。あのね、まだ少しあのそこまで全部ね突っ込んでっていうことまでやっぱりうんぬんくんぬんっていう時はこうやってもっと後ろを出してもいいですし、前をちょっとだけ突っ込んで締めた感、要するにこのベルトのラインができることで全体のコーディネートが締まります。やっぱり確率的じゃない、あこの人一歩突き抜けてる感がありますので、そこのところをぜひぜひ楽しんでほしいですね、はい、とにかくしつこいです今日は、楽しんでほしい。楽しみましょう。こんな感じ、はい、こんな感じで、はい、楽しいもん。 T シャツカットソーなのにですよね。これだけ喋れるっていうのはカットソーの内容もいいんだよ。そうですよね、うん、本当にフライガールの T シャツは見逃せない。はい、はい、すごく勉強になります。ありがとうございます。すいません、喋りすぎて喋りすぎて、いやあのそうやって本当に来てほしいと思って、やっぱり、うん、テレウンとか言うの絶対あると思うんだけど、自分がそこに気持ちを乗っけて前にグッていくと、もう立ち姿そのまんまがやっぱりもっとオーラをまとってくるじゃない。それがここで喋ってください。ここで、ああ大丈夫です、はい、以上です。いえいえ、本当にありがとうございます。すいません、ちょっと喋りすぎました。なんか嬉しくなっちゃってね。ね、ですよね、うん、でもなんかこうやって賛同して、そうあのやってみたいかなとか思っていただけるとすごい嬉しい。そう、そう、うん、そう、めっちゃ嬉しい。あとこちらのお色違いが白になります。うん、こちらが S と M サイズございます。うん、23,100 円で綿 100% です、うん。おしゃれは勢いですよ。女王、勢いよ。女王の場合は勢いよ、もう通り越しちゃってるね。本当に勢いついてますからね。うんうんうん、もう最近ジャラ漬けもう10本20本も平気って感じだからね。そうですよ、重さに挑戦って感じで、うん、ギブアップしたの聞いたことない。そうそう、減らしたくないってね。はい、そう、なんならもっと、ね、そう、はい、あの これ以外、こちら以外は今、うん、S がありますので、はい、あのこちらちょっとお問い合わせになります、うんうん、そんな感じになります、うんうん、ね、でもいろいろこうコメントやり取りも させていただくと余計楽しくなって勝手に盛り上がってうるさく感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、それがライブの良さでもありますし、どういう質問にも答えられるだけのものはスタッフ全員持っておりますので何でも聞いてください。いやでも熱さが伝わります。はいね、はい、伝えたいですね、はい、まだまだじゃない、もっともっとですね笑うな、本当に好きなの、素敵を描き続けたいのよ。ああ元気、うるさい楽しいですってありがとうございますね。今後も毎週ね、あのすごい T シャツでめっちゃ語りましたね今日。聞いてもらえたからです、うん、突っ込んできてみたいけど、嬉しいじゃんだって、ね、うん、でもこれが楽とかね、楽っていう聞き方って単に自分の気持ちがそこの楽って気持ちに慣れちゃってるだけで、はいはいはい、みんなが突っ込んでる状態の時代だとすると、はい、出して着るのがそんな恥ずかしいとか言うんだよね、はい、きちんと着てるのが普通になると。ああ、そうですよね。そうなの、私は割とジーンズにも突っ込んで着る、そう、だいぶ前ですけど、だから自分が楽って思ってる着こなしってより普通なのよ、うん、ファッションは元気くれます。そうなの、そうなの、だから思うわけ。そこのところはあの普通の意識と自分の意識、はい、一緒にしないで自分はちょっとこうしてみたいなとかいうところに自我を解放していくわけじゃない、はい、自我の解放、自分の内面の解放でもあるから、うん、もっとのびのびと楽しい日々が迎えられると思うの。確かに、はい、喋りすぎました。いいことおっしゃる、いつもいいことは言うんだわ。いやでも軽いけどねふだよ、ほらピューンまあそれだけ好きでとことんね、あの素敵を追求してますから、時代の中のそこら辺の素敵じゃないですね、先々の素敵を今表現して いきたいと思って真面目にとことんそこのところだけはやってますから、
ファッション研究所みたいな感じです。嘘じゃないですよね。はい、もう皆さんご存知だと思いますけど、私が言ってることやってること、7、8年前のね、ファッションブログとか見てもらえれば、もうスニーカーを主体にずっとやってるじゃない。どこもやってない時からね、流れも全部そう、あのサッシュベルトでもね、まあ、そういうこともあって、ぜひ信じてください。そしてそこで取捨選択してください。以上です。 T シャツでよく喋った、久々。はい、楽しそう。楽しいね。やっぱりファッション喋るって楽しい。はい、なんか最近あんまり聞けてないですよ。ああ、まあでもやっぱりこういうようなコメントとかやり取りがあって、あ、そういう聞き方してみたいとかになると、自分が出ててもね、自分でもこういう感じでって、お腹きつい感じなんだけど、ちょっとぴったりに作って、そのぴったりにお腹が慣れてくれると普通に着れるしって、やっぱりそういう意識と気持ちと体ってどうしてもイコールなのよ。まあ慣れていきましょう。そして自我を解放しましょう。以上です。今日の T シャツは全部ホームページにアップしてますけれども、ちょっと基本的には M しか載せられてないので、もしも S サイズをご要望の際はお問い合わせください、でちなみになんですけど、ホームページの中のグループっていうカテゴリーがあるんですよ、グループっていう、そこのにフライガールの T シャツで一覧全部出るように作ってますので、ちょっとホームページのトップスの中だとちょっと散らばってるものですから、グループっていうところを検索していただいて、でそこにフライガール T シャツっていうあのカテゴリーがあるので、そこを見ていただければ一応全部載ってますので、よろしかったら、ご参考ください。はい、以上ですか。はい、そのような感じになります。はい、じゃあ今日も、場所がいいんですか。うん、大丈夫です。楽しかった。じゃあ今日もご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。次は、水曜日、はい、3日の水曜日、はい、8時から自由が丘ライブになります。はい、自由が丘ライブになります。楽しいライブ、これからも頑張ってくださいね。またいろいろ教えてください。もう何でも聞いてください。もう病気ですからね、病んでますからね、ファッションにね。人生ファッションに取りつかれて病んでおりますから。でもそう、普通にはやみたくない、スペシャル、うん、こじらしてます。もうそう、最高を求め続けたいです。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ今日もありがとうございました。はい、いきます。はい、 This is the fashion。 ありがとうございます。毎週5回ライブやってますね、うち。はい、あ、そうだ、土曜日のライブで最初に熊谷さんが着てた黒地に金のロゴ文字、ここにチュール入った、あれがちょっとこっちもうなくて、このご案内ができないんですけど、ガオカは？ガオカがないって言ってました。だから S はありますので、そちらはご検討、あのライブの土曜日のブログをご覧ください。はい、では失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。入っていただいたのに終わってしまった、ねね、ではでは失礼します。銀座さんが入っていただいたのに。フライガールのカーディガンは紹介できなかったんだけど、そうか、何気に